はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばです。はい、雨降ってきました。ちょっと台風っぽくなったかなと思ったんで、えー、洗濯物をね、室内に戻しました。はい。えー、まあ、なんというかね、またとんでもない記事が出てきました、はい。日刊現代さんです。日刊現代さんです。はい。えー、なんとですね、あのー、まあね、あの、私の番号のカードでございますね。 はい、もう呆れて私、物が言えま、言えないです、本当に。この国のあの、アウト政府のやること。呆れてます、本当に。え、何がかっていうとね、あの、私の番号のあの、カードでございますけど、はい、えー、総点検やるぞーって言ってましたよね。例の、ナイアラ太郎ちゃん。 はい。その総点検のやる、あのー、そのね、えー、受け負い先でございます。はい。えー、そこにね、そこなんと、天下り団体なんですよー。ああ、もう、切れちゃう、本当にもうね。天下り団体なんですよ。 はい。総点検を行う団体、天下り団体でございます。はい。この天下り団体、10億円の儲けでございます。はい。10億円、10億円でございます。もうね、もう泣きたくなりますよね。はい。えー、自分たちが間違ったミスをして、ね、システムが、おかしいシステムを作っておきながら、はい。えー、このね、 えー、デジイのタルチョウでございますね。はい。自分たちが変なシステムを使って、えー、間違ったことをしでかしておきながらですよ。はい。えー、それの総点検やるって言って、えー、まあ委託をする先。はい。それがですね、天下りです。天下り団体でございます。しかもですよ。10億円。 はい。美味しいですよね。十億円。十億円でございます。はい。それだけあったらね。別のことをもっとできますよね。皆さんって思うのは私だけでしょうか。はい。多分皆さんもそう思うと思います。はい。この国本当におかしいです。はい。狂ってます。土地狂ってます。で、そういったね、変なシステムを作っておきながら、 はい。えー、間違っておきながらね。で、それを総点検するって言って、天下り先ですよ。それを委託する。業務委託するところは天下り先です。そして、さらに10億円が、そこのね、えー、天下り先に、ジャボーンジャボーンとね、チリーン、チャリーン、チャリーンとね、えー、行くわけですよ、お金が。はい。 この費用ですね。まだどっから出すか決まってません。しかし、これ税金であるのは確実でしょう。はい。重中発掘税金から流れます。つまり、我々が一生懸命働いてね、えー、納めたお金。 それを有効に使ってくれれば文句はないんですけど、こういった無駄金に使われるのはいかんとも納得できませんね。はいえ。そういうことでございます。我々ね、国民というのは納税者なんですよ。我々が養ってるんですよ。はい。まあそういうことです。皆さん許せますかはい。 えー、総点検だって言って、その総点検する場所がですね、はい、えー、天下りでございます。天下り期間でございます。そして天下り期間が10億円。さらに、儲けるということになってます。はい。もうこの国ダメですね、本当に。もう根底から抜本的に、いい改革しないと、 まずいんじゃないかなと思いますよ。はい。で、増税だと言ってます。はい、自分たちが、あー、なんていうのかな、変なシステムを作ったのが良くないんじゃないんでしょうかね。はい。 そういうことです。え、彼らの国会議員のね、あのー、与党の人たちね、与党の国会議員の人たちのね、えー、財産で全部やったらいいんじゃないんでしょうかね、こんなこと。給料返上してほしいですよね。はい、私、そう思います。はい。でね、すごいですからね、議員年金。はい、議員年金すごいですよ。すごい金額もらってますから、まあ、調べてください。 とんでもないです。はい。そういうことでございます。こちらの記事もね、貼り付けておきますんで、概要欄に、皆さん見に行ってください。もうね、これ読んだらね、もう、もう、はぁってなりますよ、本当に。はい。そういうことでございます。それでは皆さんまた、ごきげんよう。沖縄おばばでした。あいま、パナタンかわいいね。 ねえ。